ディレダワは、エチオピア東部の都市。エチオピア第二の都市であり、一都市で独立した自治区を形成している。2015年の人口は27万7千人。ジブチエチオピア鉄道により首都、アディスアベバやジブチ共和国の港湾都市ジブチ市と結ばれている。ほど近い場所に、世界遺産でもある、コトハラールがあり、同市へのアクセスの拠点ともなっている。 アディスアベバジブチ鉄道がメネリク2世によって計画された際、鉄道はハラールを通過するはずであったが、工事費縮減のため、ルートを変更し、ハラールは鉄道路線から外れてしまった。そのため、ハラールに最も近い鉄道上に新都市を建設することとなり、1902年、計画都市ディレダワの町が建設された。 ディレバワは建設後すぐに急成長を遂げ、1903年には1万人、1905年には推計で4万人が生活するようになり、ガラス工場などの新しい産業をも起こった民族構成は、オロモ人48%、アムハラ人27.7%、ソマリ人13.9%などとなっている。ソマリ州と、 オロモ州の境界線上にあることから両民族の割合が多いが、首都と直接結ぶ交通の要衝であり、主要都市でもあることから、エチオピア建国以来の主流派民族であったアムハラ人の割合もかなり高くなっている。ジブチエチオピア鉄道の本部があり、交通の要衝となっている。周辺のコーヒーや畜産物の集産地ともなっている。 1954年創立のアレマヤ大学が、市外から40キロメートル離れたところにある。岡倉都市、コラム16アジスアベバジブチ鉄道、エチオピアを知るためのご住所、岡倉都市編書、明石書店、エリアスタディーズ68、東京、2007年12月25日、初版第一冊、363ページ。レボイジャーウェザー、ジブティ、 2014年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年7月11日閲覧シティポピレーション2016年8月22日閲覧ありがとうございます